タブとは、もともとは、小型機における、飛行中の飛行機の姿勢を変化させる主操縦装置の、操縦翼面である補助翼や、方向打、昇降打の後部に取り付けられている、正面積を持つ可動翼であるが、現在では、オールフライング翼におけるサーボ機構や、大型航空機における水平安定板の制御等を含む、あらゆる航空機における、 飛行中の操縦翼面の性的釣り合いや操作力を軽減するものである。左側にある突起のついた輪がトリムタブの操作輪飛行機の補助翼方向だ、昇降だの公園に取り付けられた正面積を持つ可動翼であり、設定した速度及び高度で、パイロットが飛行中に操縦桿やペダルを絶えず、微調整し続けることなく飛行できるようにするためと、 機体のねじれ等から発生する飛行の癖を修正させ、飛行中の飛行機の静的釣り合いを得る目的のトリムタブ、操縦翼面の動きを容易にして操縦力を軽減させる目的のバランスタブがある。両者は使用目的が異なっており、一つのタブを両者で兼用している機体もある。タブは、 人力の操打による人力操縦装置の飛行機には取り付けられているが、高速で飛行する飛行機や作動油や電気を動力源とした動力操打による動力操縦装置の飛行機には取り付けられておらず、主操縦系統の中に取りム機能を包含させて補助翼、方向打、昇降打に微細な動きを与えることでセンタリングを変えたり、水平尾翼の水平安定板の取り付け稼働を電動。 または、油圧で変更することで行う。航空機のタブの種類と構造のモデル図。1、固定タブ2、トリムタブ3、バランスタブ4、サーボタブ5、スプリングタブ。A、固定タブ B、操縦翼面 C、可動式タブ D、操縦翼面を動かすアーム E、リンク界、スプリング。機体固有の癖を修正するためのタブである。翼公園に固定された。 金属片が取り付けられている。操縦系統とはつながっておらず、飛行中は動かせない。地上にいるときに工具類を使用して角度を調整する。操縦翼面の公園にヒンジがついた小型の可動翼であり、操縦席とはトリム調整の操作リニアハンドル、またはスイッチとつながっている。前者は柵を介して操縦翼面内にある。 不可逆式のスクリュージャッキにつながっており、後者は電線を介して操縦翼面内にあるモーターにつながっている。両者とも操縦翼面内ではリンクを介してタブとつながり、主操縦系統とは別の系統で作動させている。操作リンやハンドルを回転させるカスイッチを作動させるとタブが動き角度を調整できる。操縦翼面の公園にヒンジがついた小型の可動翼であり、 操縦翼面を操作すると、アームとリンクの働きにより、タブがその逆の方向に動いて空気力が働き、操縦翼面の動きを容易にして操縦力を軽減させる。バランスタブの一種であり、アームとリンクの、これは大型機で採用されている。バランスタブの一種であり、サーボタブと同じ仕組みだが、操縦翼面のアームがヒンジだけでなくスプリングを介して、 操縦翼面に半ば固定されている。低速飛行時にはスプリングに押さえつけられたアームが操縦翼面を直に動かす、すなわちタブがない状態に近い挙動をするが、高速飛行時には操縦翼面を押さえつける空気力がスプリングの力よりも大きくなり、アームがスプリングを変形させながら回転する。操縦翼面は直接操作できなくなる一方でタブが より大きく動くようになり、飛行速度の上昇に従って大きくなる操縦桿やペダルへの反力を適切な値に保つことができる。これはサーボタブと同様に大型機で採用されている。理想は操縦桿やペダルから手足が離れても安定して飛べる状態。例えば、飛行機が飛行中に右に曲がる癖がある場合には、方向打のタブを左に曲げてその癖を修正させる。 ありがとうございます。